旅立て9期生の杉浦由香です。チャレンジする留学と題して発表を始めたいと思います。今この動画を見てくださっている方の中には留学に行きたいなと思っている方もいらっしゃると思います。そんな方にお聞きしたいのですけれども、皆さんが留学に行く目的って何でしょうか。ちょっと考えてみてください。では、じゃあ私はなぜそもそも留学に行ったのか、そこからお話を始めたいと思います。私はアメリカのシアトルにあるワシントン大学というところに行きました。非常に綺麗な街です。なぜ留学を決意したのかというと、野生動物学を学びたかったからなんですね。私は昔から動物が大好きで、将来は野生動物の保全に関わりたいと思っていました。なのでその専門性を高めるために留学を決意しました。ただ、せっかく海外に行くので、私はこの野生動物の勉強っていうこと以外にもやりたいことがありました。例えば、自分の将来について考えるためのヒントを得たいなって思ったりだとか、せっかく新しい国に行くので、いろんな文化の人と出会って、そういった経験も大事にしたいなっていうふうにも思っていました。なので本当にやりたいことがすごくたくさんあったんですね。ただ留学の期間っていうのは限られているので、もう全てを得るためにはとにかく全てにチャレンジする必要がありました。そこで私は本当にいろんな経験を積むことができました。ちょっとご紹介します。例えば、私は動物が大好きだったので動物を生で見たいと思っていたんですね。なのである時、授業が終わった後に教授にフィールドワークの機会がないですかって聞いてみました。そしたら先生は、あるよ、でもね、締め切りは明日までだよと言われました。なので私はすごく急いで応募書類を書いて、で無事にそのフィールドワークに行くことができました。たくさんの野生動物を見れて本当に感動する機会でした。それから、私はある時、夜遅くまでちょっと課題をしていて、でふとフェイスブックを見ると国連会議への参加者求むっていう投稿があったんですね。でよく見ると締め切りは8時間後でした。すごく時間はなかったんですけど、眠かったし時間もなかったんですけど、今しかチャンスはないと思って応募書類を書いて実際に国連本部での会議に出席しました。これも非常に貴重な機会でした。さらに、私はもともとダンスがすごく好きだったんですけど、向こうでいろんな国の人たちに出会って、その人たちとダンスチームを組みたいなっていうふうに思いました。そしていろんな人に声をかけてダンスチームを組ん でいろんな国のダンスを一緒に踊ったりもしました。それもとてもかけがえのない経験でした。こんなふうに私は本当にいろんな経験を積めたんですけども、なぜいろんなことにチャレンジできたのかっていうと、私は飛び立て生として目的意識が明確だったからかなというふうに思います。飛び立てでは本当に自分の目的だとか、留学の計画ということを何度も語らされます。でそうすると自分の中での目的意識が明確になって、留学中もこれもやろうこれもやろうというふうに思えるんですね。それでチャレンジをし続けられました。でもう一つすごく大事なことがあって、飛び立てっていうのは失敗を必ず共有してくれる場所です。私も実際にダンスチームを作った時に、そのチームで文化祭に出たかったんですけど、選考には落ちてしまいました。ただ飛び立ての人はその失敗を責めるんじゃなくって、挑戦したことを褒めてくれるってことが分かっていました。だから失敗に対する不満っていうのは全くなく、いろんなことにチャレンジできました。それは本当に感謝しています。ここまで発表を聞いてくださった方の中には、すごく面白そうだけど何から始めればいいかわからないなっていう人もいるんじゃないでしょうか。そんな方にはまずおすすめしたいのが情報収集から始めることです。すごく当然のように聞こえるんですけど、本当にこれは大事だと思います。私も実際にアメリカに行って初めての場所で、いろんなことをしたいと思ったので、これを必死に頑張りました。例えば、気になる団体のフェイスブックページにいいねをして情報を集めたりだとか、ちょっと面白そうなイベントがあったら実際に参加してみたりとか、初めて聞く人の名前とか団体名があったらすぐ検索するようにしたりとか、そういったことでいろんなチャンスをつかめたかなというふうに思っています。なので皆さんもそこから一歩を踏み出してください。で最後に、留学っていうのはうまくいくこともうまくいかないこともあります。ただどんな時もできるのがチャレンジをすることだと思っています。海外でチャレンジをするっていうとすごくハードルが高いように感じてしまう人もいるかもしれません。ただそれは逆なんです。なぜかというと、海外では、ほとんどの人は知らない人たちですよね。でしかもそこに一生住むわけではありません。だから仮に失敗したとしても、リスクっていうのはすごく低いんです。嫌だったら、日本に帰ってきてしまえばいい。でそういう場所なので、リスクの少ない場所だからこそ自分の初めてやりたいことに挑戦できたりとか、自分の殻を破れたりすると思うんです。だから皆さんには、実際殻を破ってみたい、チャレンジしてみたいと思うのであれば、留学っていう選択肢を考えてほしいなっていうふうに思います。本当に皆さんのことを応援しています。